すいま家族今から20年ほど前に実際にあった話自分の中で気持ちの整理がついたので書き残す当時私が大学2年生の夏に実家が火事にあった 大学で講義を受けていたところ、地元のフリーターの友人から、マミの実家が燃えている、と連絡を受けた。講義を抜け出し、急ぎ母に連絡をすると、近所のスーパーで買い物をしている途中で、火事については知らない様子。ただ、先ほどから消防車数台のサイレンが聞こえるから、急いで戻ってみると言って電話を切った。講義が終わった後に、家が火事みたいで、と友達に伝えて、 急いで帰宅することに。大学から家までは自転車で20分。自転車に乗って10分も走ると、実家の方向から黒い煙が上がっているのが見えた。何かの間違いであってほしいと願うのも虚しく、実家は燃え盛る炎に包まれていた。呆然とする私を母が見つけ、駆け寄ってきた。母の無事を確認し、私は泣いた。 お父さんもお姉ちゃんも仕事に行って無事。おじいちゃんの無事がまだ確認できないけど、多分いつものパチンコ屋さんに行ってると思う。私の手を握る母の手は震えていた。消防士さんたちの懸命な消火活動の回あって、臨海へ火が広がることはなく沈下した。早退してきた父と姉が、そして安否がわからなかった祖父がパチンコ屋から戻ってきた時に彼らを迎えたのは、 無残にも黒く焼け焦げた実家の変わり果てた姿であった。その光景に私たち家族はただただ呆然とするしかなかった。この後どうしようか。ひとまず警察と消防の方から完全に沈下したことを確認した上で現場検証を行うことを説明され、それが翌日以降になると言われたが完全に消失した実家に寝泊まりできるはずもない。あいにく。 近くに頼れる親戚はおらず、自力でなんとかするほかなかった。最低限の着替えあらを購入して、その日は駅前のビジネスホテルに一泊することにした。こんなことにはなっちゃったけれど、家族みんな無事だったことを、不幸中の幸いとして喜んだ。家はなくなったけど、家族がいる。たくさんの思い出が詰まった家がなくなっても、大事な家族がいることで、私は前向きになれた。 決して強がりじゃなくて、本当に家族の存在が支えに思えた。この時までは、心からそう思っていたのに、どうしてあんなことになっちゃったんだろう。次の日、消防と合同で、現場検証を行った警察から連絡があった。検証した結果、放火の可能性が高く、台所付近が特に損傷が激しいことから、ガソリンのようなものを巻かれたのではないかという。 さらに警察官が続けた。焼け跡から少なくとも4人の身元不明の白骨体が出てきたと。今の床下から出てきたが、いずれも損傷が激しく、現状では性別の区別もつかないほどだというのだ。家族一同にとって、床下から身元不明の白骨体が4体も見つかったという事実は、家が火事になったこと以上に晴天の劇靂だった。 私たちはそれぞれ一人一人取り調べられることになり、火事が起きた時にどこで何をしていたかとか、発骨体に心当たりがないかなどを聞かれた。私は本当に何も知らなかったし、何もわからなかった。ありのままを話したけど、それを信じてもらえるのかどうかという恐怖を感じたのを覚えている。それ以上にこの件に家族が関わっていないか。 何かに巻き込まれていないかという心配がよぎった。そんな件があって、近所では私たち家族が何か事件を起こしたとか、噂話が絶えなくなった。周囲にキーな目で見られることもあって、父は少し離れた場所にマンションを借りること。相変わらず警察からは話を聞かれることは多かったが、やっと落ち着ける場所を得て、私たちは安堵することができた。最低限の家具や、 生活用品を揃えたり、実際に落ち着くまでに、一ヶ月ほど応用したが、ようやく生活に落ち着きを取り戻すことができたのである。いつもの日常が戻った頃、私は警察に呼ばれた。警察に行くことになったのは、火事の翌日、白骨体が出てきた件以来だったから、少し緊張した。警察に赴くと、担当刑事さんが丁重に出迎えてくれた。 私の緊張を察してか、担当刑事さんは世間話を始め、自身の話などを交えながら、調子どう困っていることはないといった会話で場を和ませてくれた。私も少しフランク気味に受け答えしながらいると、刑事さんは少し表情をこわばらせながら、家族について尋ねてきた。お父さんは何をしている人お母さんはどんな人お姉さんはおじいさんは やつぎ早に質問された。一つ一つ答えていたんだけど、もしかして家族の誰かが疑われていると思わざるほどの質問の数々に不安が募る。一通りの質問が終わったのか、刑事さんが一呼吸を置いて、私に衝撃の事実を打ち明け始めた。あなたの家で見つかった白骨体は全部で4体。いずれも長い年月が経った上に、火事による損傷で状態は決して良くなかった。 警察としても身元特定のために全力で鑑定を行ったのだが、見つかったのが床下ということが幸いしてね。4体のうち2体に関しては何とか鑑定することができた。それで、ここからは落ち着いて聞いてほしい。結論から言う、あなたの DNA を照合した結果、鑑定できた2体はあなたの親族である可能性が高いという結果が出た。 さらに提供いただいたご家族の DNA とあなたの DNA を調べたところ血縁関係がない全くの他人であることが分かったそれを踏まえてもう一度聞きたいあなたとご家族の関係について知っていることを教えてほしい私は刑事さんの説明が全く理解できなかったいや何を言っているのかすらわからなかった説明をされてしばらくぼーっとしていたと思うその間 刑事さんの説明を頭の中で何度も反証して、ようやく言っていることに理解が追いついてきた。それって、何かの間違いですよね。刑事さんをまっすぐ見ることができず、床を見つめながら聞き返した。結果をもう少し詳細に説明すると、2体の DNA はあなたの母親と姉妹という結果が出ている。これがどういうことなのか、我々警察としても、 非常に困惑しているところだ。もう一度尋ねるが、ご家族とのことで何か知っていることがあれば、どんな些細なことでも構わない。正直に話してほしい。刑事さんの淡々とした説明口調に、実感が全く湧かないでいた。父も母も姉も祖父も、私とは血がつながっていない。家族じゃないってこと。幼い頃からいつも一緒だった。科目で優しいお父さん。 明るく元気なお母さん、少し口うるさいけど、優しいお姉ちゃん、冗談ばかりのおじいちゃんが、実は偽りの家族。そんなわけないじゃない。何かの間違いですよ、刑事さん。みんな、私の家族です。本当に大事な家族なんです。それが違うって言うんですか言いたいことがたくさんあるけど、言葉が出てこない。私はボロボロと涙を流して泣いていた。 見かねて刑事さんが優しく私に言った。混乱するのも無理はない。ただ、私たちもこの事実をどう伝えていいか大変迷った。君が成人ということもあってありのままを伝えさせてもらったが、君と同様に私たちも困惑しているんだ。何か思い出したことや分かったことがあったら連絡してほしい。そう告げた刑事さんに見送られ、私は警察署を後にした。 家に戻ると、父も姉も、普段よりも早く仕事を終えてくつろいでおり、家族が揃っていた。遅かったな、マミ。どこに行ってたんだ父の問いに、友達と会っていたと、私はとっさに嘘をついた。さあみんな、ご飯よご飯。早く席についてちょうだい。母がいつものように、食卓に着くよう促す。それぞれが自分の席について食事を始めた。 いつもと変わらないこの光景を目の当たりにし、刑事さんの言葉が思い返される。血縁関係のない、全くの他人。この人たちと血がつながっていない。とすれば、この人たちはどこの誰何が目的でずっと家族を演じているのそんなことを思っていたら、食欲が一気に失せた。ごめん。食欲なくて。心配する家族に背を向け、 私は自室に戻った。今まで家族と思っていた人たちは他人で、床下から見つかった人たちが家族ってこと。じゃあ、あの人たちはなんで死んだのなんで床下に遺体があったの誰かに殺された殺したのは誰殺したのは私の、家族と思っていた人たち。考えれば考えるほど、わけがわからなくなる。吐き気すらも様すほどに、理解が追いつかなかった。 マミ、起きなさい。学校遅れるわよ。昨夜、自室に戻った後、そのまま寝てしまったらしい。ベッドから降りて、鏡に目を向ける。頭はボサボサで、目の下にはクマができていた。あまりにひどいありさまに、学校を休もうかと本気で思ったが、それを母は許さなかった。ほら、学校に行く時間になるわよ。いつまでそんなだらしない格好でいるの。早く支度しなさい。 こうなると母は恐ろしい。急いで着替えを持ってリビングへ向かう。そのままシャワーを浴びようと風呂場に向かうと姉が声をかけてきた。マミー、あんたいい加減一人で起きなさいよ。まったく。呆れたような物言いで私に口頭を言ってきた。私はお返しとばかりに圧っべーっと舌を見せる。父はそんなやりとりを笑って見ていた。私は急いで。 シャワーを浴びる。寝ぼけた私の心に、本当の家族じゃない、という刑事さんの言葉が引っかかっていた。しかし、いつもと変わらぬ日常の一コマを通して、やっぱり自分の家族、と再認識していたように思う。もう忘れよう。シャンプーの泡を流しながら、必死に疑念という泡も一緒に流していた。 バスタオルを巻いてリビングに戻ると、そこには母が一人立っていた。お父さんとお姉ちゃんはそれとおじいちゃんは頭を拭きながら質問した私に、母が呆れたように言う。お父さんもお姉ちゃんももう仕事行ったわよ。おじいちゃんは近所のパチンコ屋さんの抽選に並ぶって。あんた、そんなのんきにしてるけど時間気にしなさいよ。母の言葉に私は時計に視線を移す。 時刻は8時10分前。私は急ぎ支度を始めるのであった。それじゃあ行ってきます。私が玄関のドアノブに手をかけて、外に出ようとした時だった。マミ。不意に母が私を呼び止めた。何お母さん。母は少しうつむいて私に言った。気をつけるのよ。あんたそそっかしいところあるから。大丈夫よ。私子供じゃないんだからさ。 そうは言っても、親っていうのはいつまでも子供を心配するものなの。いつかあんたもわかるときが来るわよ。はいはい、気をつけるってば。行ってらっしゃい、マミ。何とも言えない表情を浮かべて、私を見送った母の様子に、私は違和感を覚えた。学校に着いても、私は母の様子が気になっていた。なんだかもう会えなくなるような。そんな不安を感じていた。 一限目が終わり、二次元目も終わり、時間が経てば経つほど不安が募る。私はいてもたってもいられず、三次元目の講義途中に家に戻ることにした。自転車を飛ばし家に戻る。マンションのエントランスを通り、エレベーターに飛び乗る。一階、二階、三階。ゆっくりと上がっていくエレベーターに苛立ちを感じながら、ただ待つしかなかった。 自宅がある5階へと着く。エレベーターのドアが開くと同時に、私は駆け出していた。玄関前まで走り、私はドアノブに鍵を差し込む。ガチャリと会場を知らせる音を聞いたと同時に、ドアノブを回し、玄関に入った。お母さん。大声で母を呼ぶが、返答はない。玄関からかすかにカレーの匂いがした。リビングに行くが、母の姿はない。 キッチンに目をやると、コンロに赤い鍋があった。カレーの匂いが部屋に充満している。母のお気に入りの赤い鍋を開けると、そこには、できて間もないカレー。鍋はまだほんのりと熱かった。今朝感じた、もう会えないかもしれない、という不安が一段と大きくなる。もし、買い物に行っただけなら、駅前のスーパーにいるはずと、私は部屋を飛び出した。 自転車に乗って駅前に向かう。店内をくまなく探すが母の姿はない。探せば探すほど不安が大きくなっていく。必死になればなるほど不安が現実味を帯びてくるように感じた。携帯でお母さんに電話するがコール音が鳴るだけで出る気配はない。コール音に混じって刑事さんの言葉がフラッシュバックのように思い出される。本当の家族じゃない。 そんな言葉に押しつぶされそうになるが今はただ声を聞きたかった一言でいいお母さんの声を聞きたかった無情にも母が電話に出ることはなかった自宅に戻った頃ベランダから綺麗な夕焼けが見えたオレンジ色に染まった綺麗な石洋をしばらく眺めた後リビングをゆっくりと見渡す私一人だとこんなに広く感じるんだと 無性に切なくなった。でも、なぜか涙は出なかった。部屋に残るカレーの匂いを嗅いだら、なんだかお腹が空いてきた。こんな時でも、お腹が空くのね。私は鍋のカレーを温める。立ち込めるカレーの匂いに、一層食欲がそそられる。程よく温めて、私は一人テーブルに着いた。いただきます。手を合わせてカレーを頬張る。 母が作るいつものカレーだ。辛口のカレーを口に運んでいると、急に涙が溢れた。これが最後となる母の味に、涙が止まらなかった。もう二度と味わうことができなくなるこの味を噛みしめながら、お母さんもお父さんも、お姉ちゃんもおじいちゃんも、誰一人として、この家には戻ってこないことを理解していた。そして、一人の食事がこんなにも味気ないものだと、 私はその日初めて知った。あなたの家族と申していいんでしょうかね。あの方たちの行方は今もさっぱりわかっておりません。自宅の放火の件、そして4人の遺体について何らかの事情を知っていることは間違いないでしょうから、警察では全力で捜査しております。警察のお偉いさんだろうか、年配の男性が私にそう力強く語っている。それで、 あの後連絡は担当刑事さんが続いて質問してきた。みんながいなくなった日、私はお母さんだけじゃなくて、お父さんやお姉ちゃんにも電話しました。でも誰にもつながらなかったし、かかってくることもなかったです。今はかけても、現在使われておりませんというアナウンスが流れるだけです。私の返答を聞いて、担当刑事さんは少し落胆した表情を見せた。 私はみんながいなくなった次の日に警察へ赴いた。結局、母も父も姉も祖父も誰一人として戻ってくることはなかった。急にいなくなったことを私は包み隠さずすべてを話した。でも、刑事さんが満足するような話は何一つないのであろう。それでも警察は家族だった四人を全力で探すと約束してくれた。あれから二十数年が経った。 あの家族だった人たちは誰一人として見つからなかった。その後分かったことは私が2歳の頃に焼けた実家に転移してきたことだ。それまでは東北地方に住んでいたことが分かっている。生まれ故郷に親類はいたが当時から付き合いはあまりなく、転居してからは全くの音信不通だったそうだ。そしてそれ以上は何も分からなかったという。あの日、 みんなが忽然と姿を消すまでは本当に普通の家族だった。父は普通に会社勤めしていた。管理職として部下からの信頼も厚く、上司からの評価も良かったそうだ。姉も語学を活かし、貿易関係の仕事をしていた。母は専業主婦であったが、近所の評判も上々。祖父に関しては行きつけのパチンコ屋の常連だったということがわかっている。刑事さんは言った。 調べれば調べるほど、本当にあなた方は、ごくありふれた家庭でした。だからこそこの事件は、謎が多すぎる。調べてみましたが、あなたの本当の家族も、ごく普通の家庭だったようです。特に裕福だったわけでもない、トラブルを抱えていたわけでもない、事件に巻き込まれるような家族ではなかった。もし彼らが、本当の家族に手をかけたとするならば、なぜあなた一人だけを生かしたのか。 また、なぜあなたを連れて家族を演じていたのかがわからない。20年近くも別人になりすまして偽りの家族を演じ続けていたのかが理解できないんです。そして放課もあの4人の仕業だったとするならば、なぜ今更に事件が明るみになるような真似をしたのかわからない。それ以前に彼らがどこの誰ということすらわかっていないんです。本当に全てが不可解。 こんな事件は初めてです。これを書き残そうと思ったのは最近動画サイトである昔のテレビ番組を目にしたことがきっかけである。世にも奇妙な物語、賑やかな食卓。この作品を見たとき私の話かと思うくらい衝撃を受けた。あの話は最後に自身の家族がレンタル家族という事実を知り契約満了とともに 家族が立ち去っていくという話。私も同じだ。どこの誰だかわからない人たちがある日を境に私の家族になっていた。私には本当の家族の記憶はない。偽りとされたあの人たちとの思い出だけが残されているだけだ。それでも私は本当の家族はあの人たちだけだと声を大にして言いたい。刑事さんが何と言おうと私にとっての家族は あの人たちだけなんだと。私は今、新しい家族と暮らしている。天外孤独となった私だが、10年前に結婚した。どこの誰だかわからないこんな私を大事にしてくれる夫がいる。そして、5歳になる一人娘がいる。新しい家族に囲まれて、私は本当に幸せだ。こんなに幸せでいいのだろうかと思うくらい、幸せだ。私は娘を、 心から愛してくれる夫がいる。お腹を痛めて産んだ可愛い娘がいる。でもね、そんな幸せな家族ですら、偽りではないかと疑ってしまう自分がいる。夫を心の底から信じることができないし、お腹を痛めて産んだ娘ですら、本当に我が子なのかと疑心暗鬼になる。私はもう家族というものを何一つ信じることができない。